神の現存についての三つの焦点では、オリビエ・メシアンが作曲した合唱曲。弦楽合奏、パーカッション、女性合唱、ピアノとオンドマルトノの独奏を伴う三楽章から、なる。歌詞は全てメシアン自身が作詞した。パリのコンセールド・ラ・プレイヤード・コンセール・デ・ラ・プレイヤードのためにデニース・トゥアル・デニース・トゥアルの移植により、 第二次世界大戦中の1943年11月15日から1944年3月15日までの期間に作曲された。メシアンは当時すでに2台のピアノによるアーメンの幻影ビジョンズで得るアーメンで成功を収めていたため、この作品も当初は2台のピアノによる作品として構想を練っていた。歌詞は題名が示すようにメシアン自身、 そして世界中のありとあらゆるものの中に神が存在していることを示している。メシアンによれば、それぞれの学章は神の存在の異なる側面を描いているという。本曲の主たる概念は神の存在であり、各学章は異なった側面の神の存在に捧げられている。第一学章、アンチエンネ・デラ・カンバセーション・アンテル・ユールは、私たちの内部に存在する神に捧げられている。 第二楽章、シークエンスジュベルブ、カンティーク・ディビンは、神自身の中に存在する神に捧げられている。そして第三楽章、ソルメディ・デエル、ユービケット・パール・アモールは、すべてのものの内部に存在する神について記されている。これらの説明困難な概念はその通り説明されることはないが、まばゆいばかりの色彩が次々に提示されることによって、印象づけられるのである。 本作品の初演は、1945年4月21日に、旧コンセルバとワールホールで開催されたコンセールドラ、プレイヤードコンセールゲラプレイヤードで、ジネット・マルトノによるオンド・マルトノ、イボンヌ・ロリオによるピアノ、イボンヌ・グベルネ式による、合唱団、ロジェ・デゾルミエール式、パリ音楽院、管弦楽団オーケストラ・デラ・ソシエテ・デ・コンセールジュ、コンセルベ・トワでパリによって行われた。 初演に立ち会った聴衆には、アルティュール、オネゲル、ジョルジュオーリツク、フランシス・プーランク、アンリ・ソーゲ、アレクシス・ロラン・マニュエル、アンドレ・ジョリベ、クロード・デル・バンクール、ラザール・レビ、ジャン・イブ・ダニエル・ルシュール、イレーネ・ヨアヒム、モーリス・ジャンドロン、ジャン・ウィナー、ジョルジュ・ブラック、ポール・エル・アール、ピエール・ル・ベルディ、ピエール・ブー・レイーズ、セルジュ・ニグ、ピエール・アンリラ、そうそうたる面々がいた。 作品は大衆には好評をもって迎えられたが、批評家の多くが難色を示したため、後に天嶺戦争、馬体湯でリタジーズとして知られる論争を巻き起こした。論争の主要な論点は二つあり、一つはメシアンによる作品解説の内容と関連性、もう一つは宗教的な主題を表現するにはいささか、普通ではない音響の主要であった。著名な音楽学者、 批評家であったクロード・ロスタンは特に激しく反応し、この作品を見かけ倒しで偽りの壮大さを持つ疑似神秘主義的な作品とののしり、汚い爪と湿った手、膨れ上がった顔と不健康な脂肪の塊、有害な物質で一杯の作品であり、口紅を塗りたくった天使のような不快さを引き起こす、とまで言い放つ始末であった。数年後、ロスタンは次のようにも書いた。 本作の初演はドイツによるフランス占領の終演にも原因の一端があるものの音楽の突破りを狂乱の渦に陥れた。それはストラビンスキーの前世紀以来決して見られなかったものだ。メシアンは称賛と卓形を同時に受けたのだ。それにもかかわらず現在ではこの作品はメシアンの最も完成度の高い、しかし演奏の困難な作品の一つであり、 調整に根差してはいるが、後年の鳥のさえずりやヒンドゥー教のリズムの採用、演奏難易度の平化についての実験を予言するものであったと評価されている。アンチエンネデラ・カンバセーションがアンテルユール・シークエンス・ジュ・ベルブ・カンティーク・ディビン・ソルメディ・デエル・ユービケット・パール・アモール演奏時間は約35分。ありがとうございます。